水曜中華ナビラユンタンジャ出番ですよの時間となりました。時計の針は11時を回りまして5月の31日の水曜日、旧暦のちなぐいみでは、5月の6日の土曜日、さあお送りしていきますユンタンジャ出番ですよ。今日も1時間お付き合いいただきたいと思います。いや5月の31日ということでね、今日でも5月の終わりね、新年度に入ったかなという感じで、ゴールデンウィークも遅々と過ぎていきましてですね、もう5月も終了で、もう明日からは6月ということで、まあ暦の上ではまあ、数万暴数ということでありまして、もうそろそろねハーリーガにもなりましたから梅雨も明けるであろうと思いますけども、そんな矢先にまたこの雨ですよね。まあ昨日からもねなんか降ってきてる、夜からね降ってきてるようなんですけども、今日も雷注意も入ってるということでございますので、皆さんお気をつけてねお過ごしいただきたいと思います。さあお送りしていきますユンタンジャ出番です。今日も1時間お付き合いください。お相手は中曽根智です。いたしくうにげさびら。お送りしていきますユンタンジャ出番ですよ。今日もゲストを迎えて、ね、1時間ね、外は雨なんですけどもね、皆さん、お車運転している皆さん方、ドライバーさん、どうぞお気をつけてお過ごしいただきたいと思います。ちょっとね58号線、交通量も若干増えてきているようなのでですね、今車の方を、見ますとね、どうか、大雨とかね降った場合には早めのね、ヘッドライトの点灯もお願いしたいと思います。さて、今日はですね、まあ、月末というわけではありませんけども、まあ、今日のゲストの方、本当にこう、ごくごく珍しくご出演いただく方なんですけどもね、沖縄の方ではね、まあ、この時期もそうなんですけども、まあ、年間を通してなんですが、観光入客も本当に、凄まじい勢いで伸びてきている。さらに、外国人観光客も多くなってきている。ひいては、
こう富裕層っていいんですかね、そういう方々が沖縄の方に、それは皆さんねもう知っての通り、県内においてもいろんなあの豪華なホテルがたくさん出てきておりまして、まあ、ブランド力のあるホテルから、あるわけなんですが、そんな中でもここ読谷の方にもね、地元のこれがまでもありました、もう数々のホテルなんですけども、そんな中に、加わりましたウザテラスね、なんかこう、魅惑を秘めたあの、ヤシの向こう側は壁の向こう側は一体何なんだろうみたいなね、そんな感じがしてる方も多いと思いますが、さあ今日はその謎を解き明かすかのごとく、ザテラスホテルズの方から、ウザテラス、正式にはジウザテラスクラブビラスということで、そちらの方から東女 GM 来ていただきました。改めまして、はい、おはようございます、はい、おはようございます、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、ウザテラスとしては初のご出演ですよね、はい、そうですね、はい、前 GM も本当にもうね、オープンして1年でしたから、はい、本当にもうお忙しかったと思いますが、ご出演はなかなかいただけなかったんですけども、いや本当にテラスホテルズの営業だったんですけどね、はい、この4月から兼務なんですけども、ジ・ウザテラスビーチクラブズ、はい、ビーチクラブビラジですね、ビーチクラブビラジですね、ビーチクラブビラジですね、ビーチが入るんだ、ごめんなさい、はい、失礼しました、まあ、こちらの、社員を兼ねてということで、まあもう2ヶ月になりました。4月っていうか今日月末ちょうど2ヶ月ちょうどですね、はい、はい、もう本当に私もはい、このねご連絡を、受けた時には、はい、もう本当に嬉しくてですね、いや本当にね、読谷で働けるっていうのは、まあ営業はねしてたんですけども、ね、実際そこに現場を見るっていうのはちょっと考えてなかったんで、はい、でも嬉しいですね、ね、これまでも本当に長いお付き合いで、はい、FM タウンを開局してからも実は、はい、何度かね、はい、学生時代の先輩後輩にあたりまして、はいね、私のね、はい、東の先輩として、はい、いつも、はい、声をかけていただいてて、観光業界の中でも本当にね、私ももっともっと旅行業だったもんですから、はいそうですね、いつももう声かけていただいていたんですけども、はい、そんな中で、うん、この FM を立ち上げてからもね、はい、ちょこちょこと去年はあれでしょ、覚えてますかな、うん、実はハワイから、はい、テラスホテルズとしてハワイからケーズ放送から、まあ、中継 でこちらからは村長が出てたのかな、うん、そう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 、まあ、世界のうちランチ大会もありましたね、はい、世界のうちランチ大会の PR でね、はい、はい、まあ、そんな本当にこう関係深い、はい、方でありまして、はい、読谷に、まあ、お仕事で来られる宇佐の方にね、はい、来られるということを聞いて、あなおさらも嬉しくなりましたけれども、まあ、日本一人口の多い村ですからね、本当に、はい、まあ、でも本当に、そういう意味では、まあ、はい、ジ・宇佐テラスビーチクラブビラス、はいということでね、はい、本当に新たにこう読谷村にね、はい、まさに先ほどちらっとお伝えしましたけれども、はい、本当にこう富裕層、そうです ね、おかげさまで、まあ、国内外、まあ、海外からのお客様も増えてまして、おっしゃる通り今沖縄はね、うん、いろんなホテルが、はい、もちろん今までのシティホテルからリゾートホテルあったんですけども、うん、今回は本当にもうラグジュアリーというかですね、やっぱり富裕層 の、まあ、単価もまあ、正式なんですけどかなりお高い料金なんですけども、いやいや分からない、死に言えないと、はい、ね、びっくりですよね、僕は最初オープン の、はい、セレモニーお邪魔させていただきましたけれども、はいはいはい、本当にもう20万30万のお部屋が当たり前 で、 そうですね、で、はい、80万でした、80万のお部屋ございますね、でもこれは海外のお客様もいらっしゃいますけども、もちろん国内のお客様もいらっしゃいますが、まあ、4泊とかですね、はあ、だからワンステイで数百万が飛んでいくというこの、ね、沖縄の年収が今360万、そうそう、はあ、沖縄の、ね、平均年収を上回るぐらいのワンステイぐらいの、そうですね、まあ、そういう方もいらっしゃるということで、いや、それが、ね、それは、はい、でも、はい、こいつなんですけども、うん、海外においてこんなのはもうごく当たり前なんですよね、もう貯金とのドバイだと、ね、まあ、一泊で、ね、数百万というのもあるのでそうそう、たまにテレビで見ますよ、ですからこういったまあ、海外の富裕層がもっともっと沖縄に来ていただくためには、それ以上の、ね、またホテルがまたできれば、はい、もっともっと、ね、いらっしゃると思います、もう自家用ですから、ね、自家用機でいらっしゃいますんで、うん、そうなんですよ、皆さん素晴らしいです、いやすごい、だから今日はね、はい、こういうお話をね、はい、聞けるだけでも、はい、なぜかというと彼らは何百万払って、うん、そうですね、はい、この沖縄読谷村に宿泊するわけですよね、そうですよね、はい、我々は、はい、そこにお家を建てて住んでるんですよ、うん、あ本当ですよもうあれ、その富裕層の方にも自慢できるぐらい日本一人口の家さすがですねいやいや本当に、いやいや、まあ、そういう目線でね、はい、今日はね、はい、ね、まあ、シェニーの話をね、はい、僕は聞きたいなと、はい、まあ、ただに指を加えるだけじゃなくて、いやいやいや、彼らがね、何を求めてこのエビタンソンに来てるのかっていうことをね、はいはい、肌でこう、うん、本当に感じてる、実感してる、はい、
支配人にこう、ねはい、お伝えいただけると、はい、読谷村の方々が、はい、俺たち住んでる読谷ってすごいんだなっていうふうな、ね、思っていただけるとなおいいかなと、ね、海も綺麗だし緑もいっぱいだしですね、あとやっぱりあの八千文の里、あやっぱりの、ね、バリもそうですよね、海がある山がある、やってそういったあの文化的な、ねそうですよね、あの村があるっていうのはやっぱりすごく近いですよね、そういったあの、はい、リゾート、やっぱり世界でも有数の人気のあるリゾートに、うんまあ、近い作りをしているのかなという、うんまあ、それはもう本当に素晴らしいと思いますよ、うんはい、確かにあのリゾートっていうなってくると、はい、いろんなそのなんていうの景色とかそういう環境とかだったりとか、はい、さらにまた今おっしゃってたような文化、うん、っていうものが必要です、ね、ホテルに近いっていうのは大事かもしれませんね、はい、今の時代これはあのやっぱりお客さんもねステイするためには、うん、ただまあのんびりもいいんですけどね、うん、やっぱりここでしか味わえない体験というかね、うん、食事方これはね結構やっぱり八千文の里もあるし、やっぱり、まあ、東漁港という、やっぱり新鮮な、ね、あの魚を取ったり取れたての、ね、まあ、セリも見れることもできるし、うんうんうん、いろんな意味で観光的な部分要素がいっぱいあるので、なるほど、これは面白いですよね。あと残波岬なんかもですね、景勝地もね、はい、もうすごくいいですし、まあ、この13キロから16キロ連なるこの自然海岸、はい、その一部にその宇佐テラスも、うん、あるわけなんですけども、はい、ちょっとこう残波岬からこう北側の方に行きますと、はい、今度はもう大落とした男性的な断崖絶壁のね、景色がまた見れるという意味では、はい、本当にこういろんなそのバリエーション豊富な読谷村であると言ってもいい、あとね今ね、人気があるのが意外とサンセット、うん、あらもうこのサンセット時期にはですね、はい、お客様がほとんど出てきて、あらもう写真撮ったり、ビデオ撮ったりとか、宇佐海岸のサンセットは本当に沖縄でもね、やっぱり有数のサンセットの、まあ、この見れるところというかね、はい、いいところですね本当に。いやマシアニがそう言ってたら超嬉しいですね、私自身がもう毎日、サンセットに癒されてますんでお仕事しながら、はい、それでちょうどあのサンセットライブって言ってですね、うんうんまあ、ピアノ演奏とか流れるので、もうまさにこの時間はもうワラマンダフルワードですよね本当に、はい、もう音楽とサンセットと、まあ、またあのクラブラウンジバーラウンジにはですね、やっぱり、まあ、自由にねこの時間帯はあの、うん、フリーなので、なるほど、あのカクテルとかですね、やっぱりそういったあの、まあ、シャンパン、はいはいはい、あとオードブル系もあるので結構お客さんも優雅に過ごしてますね。 な、はい、なんか違う空間だね。いや本当これは もちろん皆さん後で地元プランもご紹介しますけども、うんね、ぜひあのそうそうそう、いやこれがあの国内外の、ね、お客様だけじゃなくて、うん、県内のお客様にも泊まっていただけますの で、まあ、地元のプランは、通常よりももちろんお安くしてますので、はい、ぜひ後で紹介させてください、ね、通常よりも安いって言ってもね、はい、少しね、はい、ちょっとね後でしっかり伝えられなければなという、はい、海外、まあね、ちょっと旅行行った気分に味わえるので、うん、そうですよね、はい、確かに確かにそういう感覚で、はい、ぜひね、まあこのウザテラスの方にご宿泊いただければというふうに思ったりもしますので、はい、後ほどねこの辺もご紹介して、ね、CM 明けに早速ね紹介していきたいと思いますが、はい、まあでもまあラジオ機の方でまあ読谷の方はね知らない方はいらっしゃらないと思いますけども、ネットでご覧の皆さん方も当然いらっしゃるので、はい、ジ・ウザテラスビーチクラブビラス、うん、これ読谷村の方の場所のご紹介をちょっと、まあ、名前がウザ、まあ、うちテラスホテルズ今県内に5ホテルありますけども、うんはい、ブセナの方にはブセナテラス、そうですね、女村のあったにはあったテラス、もちろん那覇には那覇テラス、はい、でまあ、ブセナの横に、まあ、あのクラブ、うん、まあ、あのウェルネスですね、タラソーの、まあ、ウェルネスリゾートということで、はいはいはい、テラスクラブアットブセナとか、うんうんうん、全部地名がつくんですよね。なるほど。で読谷村ウザに、まあ、今回オープンしたので、うん、ウザテラスという、なるほど、はい、最初の頃ね、恐竜の名前かなみたいな、ウザテラスっていうなんか残念なれ、はい、もうなんかそういう名前に、はい、似てるような感じです。今もう慣れてね、ウザテラス、まあ、ビーチクラブビラスということで、はいはい、この地名をつけた名前でやってますので、ね、はい、でもそのねテラスグループというと、はい、本当にもう県内のホテルの中ではやっぱりこう、はい、ランクアップされているところでありまして、はい、何かスペシャルな時にはテラスにっていうのがね、もうね社長も記念にね、うん、奥様との、はい、那覇テラスお食事も来ていただきました、ありがとうございました。いえいえ、はい、もう、まあ、そういう意味では、はい、本当ラジオ機の皆さん方で、はい、先ほど視野にもおっしゃってましたけど、はい、本当にこう非日常を、ね、はい、体感するときに、はい、このメモリアルデーにぜひね、活用いただければ、ね、ぜひ の、ね、ご利用いただければですね、はい、今日はウザテラスだけじゃなくて、はい、先ほどのブセナとか、うん、ナハとかも地元のね、はい、ごホテルの地元プランもございますので、本当に後ほど紹介させていただきます。営業も兼務ですからね、営業もしてますのでよろしくお願いしますそこら辺もね皆様にお伝えしていきたいなと思いますので、はい、よろしくお願いしたいと思っております、はいはい、
さあ、お送りしておりますユンタンジャ出番ですよ。今日は本当にね、僕は、まあ、先輩としても本当に親しくお付き合いさせていただいております、はい、東恩納社員、まあ今回はザ・テラスホテルズの営業、そしてまた、ザ・テラスのですね、はい、社員として今日は番組ご出演いただきました、はい、ラジオ機の皆さん方にまたお得な情報ということで地元プランも、ね、はい、ご紹介いただけるということでございます、はい、この後の CM を挟みまして、具体的な、料金などもお伝えしていきたいと思いますのでお楽しみにしてください、はい。さあお送りしておりますインターネットでもですよ。この放送は、ラジオそしてインターネットでも映像を交えながらお届けしておりますので、FM ターンの方、ホームページでご覧になってください。一旦コマーシャルです。しておりますインタンジャデマンですよ。今日のゲストは、はい、ザ・ウザ・テラス・ビーチクラブ・ビラスより G でございます。 G ですね、はい、G ウザ・テラスかっこいいですね、はい、G ウザ・テラス・ビーチクラブ・ビラスということでございました。なかなかこう我々はね親しみがあまりないので言いにくいところもあるんですけど、私も言いにくいんですそんな社人がそう言ったらダメじゃないですか、はいはいはい、でも本当に素晴らしい空間をユミタンソンに作り上げていただきまして、はい、もう本当にウェルカムユミタンでございましたね。本当に嬉しいですね。本当に中曽根さんと一緒になったら、いや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 本当、いやもういやいや僕嬉しいですよ。お前はよそ者、心苦しいだけよそ者扱いみたいな。いや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 、はい、まあ、でもね本当に今日、まあ、ご出演いただくことも本当にありがたいことでありまして、はい、まあ、私たち地元の人間からすると、はい、ウザテラスの方はあまりこう、はい、ね関わることがないもんですから、そうですね、まあはい、そうですね、これまでの既存のホテルっていうのはランチタイムとか ね、うん、そうですね、気軽にレストランも ね行けたりバー行けたりとかするんですけども、はい、外来客様も OK だったんですけど、うん、ここはやっぱりもうプライベート空間を作ろうということで、はい、やっぱり宿泊のお客様のみの、はい、まあということになっているので、ね、なかなかレストランだけの利用っていうのはないんですが、はい、すごいですよね。そのために一応地元プランを、まあ、今回紹介したいなという、はい、まあはい、オープンの時、はい、オープンが昨年の3月18日、はい、もう1年経って、そうですね、1年過ぎましたね。その時に私たちも取材をしましたので、はい、エフェンタンのブログとかにもね、はい、私のフェイスブックとかにも、はい、お写真がね、プール館内のね、はい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 、写真が入っておりますのでね、はい、もうあれ以来僕は入ったことないんですけど、いやいや今度はぜひお越しください、はい、ぜひまた取材を兼ねてみたいな形でね、お邪魔したいなと思いますけども、はい、まあ、今日はそんな中で、まあ設備っていうかウザテラスの内容をちょっと、はい、
まあ、ローカルステイプランの紹介に入る前にどういう設備になっているのかということも伺っていきたいなと思うんですけど、はい、まあ、もちろん全室プール付きの、はい、まあ、ビラタイプ で、 そうでした、ね、よくあのバリとかね、そういったリゾート地になるようなあの作りなんですけども、はいはいはい、まあ、あのワンベッドルームっていう、まあ、ベッドルーム一つとリビングとプール、はい、それからツーベッドルーム、はい、それで先ほど80万の部屋っていうのはもう4ベッドルームという、はい、そうでしたね。もうここはもうプールも大きいですし、あのやっぱりバーカウンターもね外になったりとか、うん、ジャグジーもありました、ね、ジャグジーもございますね。めちゃくちゃ広くて、はい、そうなんですよ。もうハリウッドスターがねなんか住んでそうな、ね、あんな感じですよ ね、 ね、映画に出てきそうだね、はい、そうそうそう、そこでパーティーをできる、そうそうそう、まあ、なんかもう100名ぐらいで、はい、もうビキニの女性たちがたくさんいてっていうパーティー、そのワンシーンに使えそうな雰囲気ですね。はい、ちょっとワンシーンというとなんかそういう撮影とかで使われたとかあるんですか。まあ、時々ですね、まあ、あの取材を兼ねてですけども、あ、はい、こういった、まあ、旅行雑誌ですか、専門、うん、そういったところで紹介やされてしてますね。なるほどね、はい、すごい、はい、でもちょっと本当に、うん、はい、ちょっと聞きたいんですけど、はい、どうぞ。80万の部屋に泊まる方、いや、います、はい、3世代で泊まってるあの外国人のお客様もいらっしゃいますし、なるほど、まあまあ、著名人の方もね、うん、ちょくちょく泊まっていただいてます、ね、はい、なんか、まあ、まあ、誰が言ったか分かりませんけれども、はい、見たい人もいないから、はい、どうなんでしょうか、ただ噂だけなんでしょうけれども、はい、やっぱ芸能人の方とか外国人のすごい方々とかも泊まってるんじゃないかっていう噂がね、はい、やっぱりおっしゃる通り、当然ながら、はい、もうちょっと、ね、どなたとか言えませんけど、ね、やっぱその方の方々はやっぱり、ね、プライベートをゆっくりしたいという方は、うん、完全にもう、はい、このビラタイプの方へでゆっくりと休まれてますよね、うん、でも、はい、彼らにとっても安心でしょうね、はい、やっぱりこう、ね、一般の方が外来がないからね、外来っていうのをね、うん、もう素性を知らない方も入ってこれますけど、そうですよね、まあ、泊まる方は完全にもう、うん、確実にね、まあ、はい、もう全部調べ、まあ、うん、チェックされてますので、うん、宿泊者名簿にはちゃんと入っている方ですからね、はい、そうですね、あ、もうそういう安心して泊まれるのはいいですね、やっぱり、ね、それは他のホテルにはなかなかないものですね、はい、県内では少ないですかね、ありますか、まあ、外来者 NG っていうのは、いくつかは、あ、いや多分ほとんど外来はランチタイムを受けたりとかしてますね、やってますよね、はい、僕もこれはうざてらすだけじゃないかと、はい、まあ、ごめんなさい、不確かな情報がありますけれども ね、今現在では多分、まあ、うざてらすだけだと思います、うん、ね、一切もう入れないという資格のみっていうのはですね、そういう意味では本当に完全プライベートという、はい、あ、まあ、石垣の方にもね、外資系のありますけどね、うん、ありますね、はい、そういうホテルも、はい、ありますけど、はい、まあ、そういう意味では本当に本当にこう、うん、非日常異空間を作っていただいているというのが、はい、まあ、特徴かなと思ったりもしますけども、で、ね、はい、まあ、でもレストランもやっぱりいくつかありますし、そうですね、レストランは、まあ、いくつかというか、まあ、メインは洋食レストランですけども、うん、まあ、だいたいルームサービスも部屋から出たくないというので、そこには、まあ、和食とかですね、沖縄料理もございますし、 あともちろん洋食ですね、はいはいはい、ルームサービスでバラエティーに飛ばせ、まあ、飛んでますので、うん、で洋食の方は、まあ、まあ、アレンジというかですね、イタリアンベースなんで、イタリアン料理はベースなんですけども、うん、まあ、常にまあ工夫して、うん、まあ、東京港の毎日セリに行ってますので、料理長が、まあ、本日の魚という、はいはいはい、でうち自家菜園持ってるんですよ、持ってますよね、ですから、はい、もうサラダとかはもう本当に取れたてのサラダとか、またはもう県産の、なるべくもう県産の、まあ、魚野菜使うようにしてまして、はい、もちろん牛もですね、できる限りはもう地元でっていうか、はい、もう牛乳もございますけど、ね、はい、はい、確か、ビールもなんか、ね、なんやってましたもんね、おっしゃる、うまいですね、いやいやいや、やっぱりこうね、料理というと、そうそう、飲み物もそうなんですけど、今読谷村、うん、すぐうち の、 そのホテルの目の前、はい、まあ、麦はもうこれ枯れ取ったんですけども、うんうんうん、まあ、その麦はまだ残ってますので、その読谷村でできた麦でできた、はい、まあ、クラフトビールっていう、はあ、ゴールデンウィートっていう、はい、飲みますし、一般のクラフトビールは茶炭の方で作ってますけど、茶炭ビールが5種類ございまして、まあ、スタウトっていう、まあ、黒ビールなんですけど、これはもうアジア の、 ビールカップで282の銘柄からなんと準優勝という、はあ、そうなんですよ、わお、はい、かなり評判がいいというか、はい、すごいな、はい、私も、ね、ビールあんまり好きな方じゃないですけど、似合いで割るんですけど、うん、クラフトビールはね、うん、本当にもうこれ嘘じゃなくて、もう5杯飲んでもいけるっていう、はあ、そうなんだ、これは、うん、茶壇の方では、はい、茶壇の方では5種類、まあ、6種類7種類ありますけど、大座の方でももちろん読谷さんのビールもあれば、うん、クラフトビールも4種類ぐらい飲みますので、はい、そこでは、はい、飲むことができるということで、そうです、はあ、なるほど、でもいろんな形でその、はい、まあ、テラスグループとしてなんですけど、まあ、今日はウザテラスの、ね、はい、紹介しながらなんですが、はい、いわゆるその地域とのタイアップっていう ね、 今お話しありましたように、うん、やっぱり麦を読みたんで作って、はい、また自分たちが作ってテラスが作っているビールなどをまた、はい、茶壇のショップの方でもまた
そうですね、地域の皆さん方が飲めるようにしていただいているとか、そうですね、チャタン、あの行かれたことのチャタンハーバーの方、ハーバーの方ありますよね、はい、そうそう、うん、今度ぜひ行きましょう、あ、いや、はい、もう招待します、好きですからね、はい、チャタンハーバーブルワリー、うん、レストランということで、うん、これはもう海外にいるような感じですよね、うん、先週金曜日も行ったんですけど、うん、8割以上が外国人ですね、はあ、すごいね、それもファミリー的な感じですかね、やっぱり、あ、そうですか、あの結構ね、あの、うん、まああの繁華街の近くは結構ね、うん、あの男性の方多いんですけど、こちらはファミリーでですね、うん、はいはいはい、だからすごくファミリーも多いんでしょうね、中にね、でも中にレストランので、うん、多分まあそういったレストランが食事しながら、うん、で出てき、まあ、ベース街ということで、うん、本当に多くのお客様がご利用いただいてます、まあ、近くに外資系のホテルがあるので、うん、なあ、そうですね、そこからも結構やっぱりいらっしゃってますね、うん、雰囲気がいいです、まあ、でも沖縄っていうそのオリジナリティの部分が、はい、やはりそのいろんなところにまあご資格をいただいてると思いますけど、やっぱりそこに 本物をやっぱり見つけに皆さん出てきていただいてるっていうことですよね。いや、あの評判がいいので、うん、多分皆さん、ね、来ていただいてると思うんですけども、はい、もう本当に、はい、それだけ有名なものであればね、はい、一度はまたご賞味いただければと、まあ、クラフトビールバイリーですよね、うん、全国でもクラフトビールがそうやってます、県内にもあちこちで、ね、クラフトビールやってますので、うん、ぜひチャタンにも、ね、飲みに来ていただいて、はいはい、もちろんウザにもございますので、ね、はい、さあ、はい、ということでウザテラスなんですけども、はい、まあ、またあのちょこちょこ挟みながらにしますが、はい、早速ですが、はい、ウザテラス の、 あのローカルステイプランが出たということ で、はいはい、これは嬉しい限りでございますが、そうですね、まあ、あの通常よりも、まあ、本当に半額に近い料金なんですけど、はい、先ほど言ったように少しお高めなんですけども、うんうんうん、あのウザテラスのもし泊まっていただければ、はい、この満足度はあると思うんですね、あ、これだからこの料金だっていうのなんですけども、お部屋の中が本当にまあ、よくあのホテル行くとクラブラウンジという、はい、同じホテルの中でもちょっとあのワンダンク上のまあフロアとか、うん、おもてなしがあるんですけども、ここはもうゲート入った時からクラブラウンジというイメージを持ってますので、はい、ですからお部屋の方でももちろんあの全てフリーというかですね、はあ、いろいろお飲み物とか、うん、いろいろとあの おつまみとか置いてますけども、完全にもフリーだし、だ、バーラウンジって言って、まあ、クラブラウンジみたいなんですけども、はいはい、そこももうあのカクテルタイム、お昼も、まあ、自由にお茶飲んだり、うん、あのケーキとかマークのクッキーとかでね、またあのアフタヌーン楽しんだ後にカクテルタイムもございますし、でまた夜7時からは完全にバータイムに変わって、うんうん、まあ、そこは有料なんですけども、うん、まあ、大人の世界を作った感じのですね、そこのバーラウンジから見る景色っていうか、あのサンセットが本当に素晴らしいですね、あれね、ちょっと、はい、あの2階なんですけどちょっと小高く作られているものですから、はい、そこから見る景色が最高ですもんね、特に読谷はあれですよね、あのリーフ、うん、あそこにあのリーフあるのかな、あ、そうそうそう、エメラルドグリーンとね、色が変わりますからね、すごいですね、あれは、うん、あのなかなかあの景色がないですね、そうそうそう、あのエメラルドグリーンとコバルトブルーがもうしっかり色が分けられているという、うん、そこにサンセットが沈む夕日はもう最高の、いい表現しますね、また明日に、いやいや本当に、はいはい、ありがとうございますいやでも本当にね、はい、これ地域 の、 そうなんですよ、あの県内のお客様ご資格いただけるということで、本当にこう通常のおよそ半額ぐらい、私もあの、はい、マニュアルから拝見させていただきましたが、はい、かなり安くなってます、ツインの部屋で、はい、これ朝夕ついてなんですね、そうなんですよ、朝あの夕食と朝食もつけて、はい、うん、お一人様、まあ、2名様でご利用の場合ですけども、うん、4万9000円という4万9000円、はい、はい、それでまたあの、まあ朝食だけの場合4万7000円なので、うん、まあ、本当はもっと夕食つけるたたくなんですけども、そうでしょうね、まあ、2000円アップで夕食も食べていただける、うん、いやいや、これは夕食食べられていかんでしょう、はい、そうですね、せっかくですから、はい、でこれはもちろん、ね、はい、あのもちろんプール付きの、うん、もう扉タイプなので静かにゆっくり過ごせると思います、もちろん大きなプールもございますし、はい、これはあの本当にね、あの、はい、大和にもう内地にこ の、はい、あの5万円ぐらいでね、一泊二日の旅行に行く感覚 で、はい、うざテラスに旅行に行くという、はい、ですからチェックインがね、うん、3時からですけども、うんうん、まあ、ゆっくり3時からチェックアウトの、ね、11時ま で、 時まで本当にゆっくりもお昼過ごせますし、夕食も食べたら、うん、あとはもうサンセットが、ね、出ればもうサンセット眺めながら、うん、あのカクテルタイムを楽しんでいただいたりとか、ね、本当にのんびりできますよ、ね、はい、本当にあの非日常を体験していただく意味でも、はい、あの県内の皆さん方にうざテラスをちょっと、はい、どうですかっていうことでございます、まあ、通常本当に、はい、これもうね14、15万とかね、そうですね、1人7、8万とかですので2人でも15万ぐらいいくんですけど、そうですよね、これ10万以内に収まる、これが10万以内に収まる、はい、ということがありますので、はい、まあ、あの、はい、これネットでね聞いてる本土の方もいらっしゃると思いますが、今回は県内在住限定ということでございますので ね、 地元の方にの還元ですね、ここ、はい、そうです、還元ですからね、はいはい、特に読谷村の方々には、はい、お世話になっているので、はい、ぜひともね、はい、ご参加いただければと思います、はい、詳しくはまたお知らせいたします、はい、一旦コマーシャルです、はい、
はい、お送りしておりますユンタンジャ出番ですよ。今日のゲストは、ザ・テラスホテルズグループのですね、ジ・ザ・テラスビーチクラブビラス、はい、失礼しました。あ、ちょっと今気づいたんですけど、はい、なんでテラスホテルズの場合はザなのに、あのウザの場合はジなの、母音が IUAO の場合、英語、ああれ韓国語に習ってないだったね、はい、あーすごい、はい、あーそうだそうだ、あはー、あったもあーだから、あーなるほど、テラスで大変失礼しました。そうなんだ、いやお恥ずかしい、いやいや、でもちょっとまた勉強になります、はいはい、確か学校で習った覚えはあります、ね、韓国語にも習ってたよね、そう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 、はい、ということでございまして、はい、ありがとうございます、はい、さあそこで、はい、あの実は今日はあの曲をご用意しているということでございまして、ね、はい、実はちょっとプライベートに入るんですけど、はい、この時間、はい、あの東山先輩はあのちょっと楽曲をね、はい、いろいろな方々に提供したりとかして、ね、まあ、ご自身も歌めちゃくちゃうまいんですけれどもね、歌はあなたには負けます、モノマネはもうあなたに負けますいやでも今日はまたこの曲は、ね、紹介いただくのはこれはもう沖縄観光勝手にキャンペーンソングを作りました、うん、はいはいはい、これはアルベートさんと一緒に作った曲なんですけど、もう思いっきり沖縄という、あ、はい、思いっきりの リーが RE 確か ね、 ねなってたの、あの特徴沖縄県がねちょっとあの、うん、リー沖縄キャンペーンしまして、そうとしてタイプした曲なんですよ、なるほど、 OK ということでリゾートのリー、リボンのリー、はい、もうリフレッシュのリー、素晴らしい、思いっきりで沖縄でもうリフレッシュで帰ろうという、なるほど、はい、をテーマにした作ったんですね、はい、じゃあ早速聞いていただきましょうかね。では曲の準備の方よろしくお願いしていいですか。はい、はい、さあこれ歌っていただいておりますのはなかなか出てきませんどうしましょう、うん、アルベットシルマさんが、そうなんですね、ボーカルは、あ、いや違います、実は作ったんですけど、うん、曲はもうあの女性陣を歌ってますね、おお、はい、そうですか、はい、どなたか、ね、うん、ルビエスという、まあ、ちょっともう今は解散してしまったんですけども、うん、彼ら彼女が歌ってまして、これはもう本当にあのいろいろと沖縄のキャンペーンソングにしようかといろいろ噂もあったんですけど、うん、結局はまあちょっと彼女らも解散して、はい、言われてましたけど、あ、ぜひ聴いてください、はい、思いっきり沖縄、この島はもう夏の日差しなの。
お送りしました曲は、はい、思いっきり沖縄ね、素敵な曲でございまして、はい、はい、はい、ネットをご覧の皆さん方には実はですね、この曲の間、そうですね、はい、うざテラスが写真を、はい、いろんな紹介していただきありがとうございます、はい、いえいえいえ見ていただきましてね、実はあの昨年あいや盗み取りじゃないですかねいやいや、ちょっと取材で入ってから許可もらってね、はい、撮影しましたので、いい写真でした、はい、本当に、本当に素敵なところでありますので、はい、これを皆さんにねご紹介できればと、はい、先ほどブログの方にありますよとか言ったんですけど、うんうん、あ、そういえば俺写真撮ってあったみたいなことで思ってね、いやいや、今日の放送にお伝えすることができました、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、はい、さあ、はい、ということでね、本当に曲のご紹介もそうだったんですけども、はい、本当に沖縄観光っていうのはこう本当にこう、うん、今まさに絶好調ですね、絶好調で、本当にこうアジア圏からのお客さんが特に外国人入機客もすごいこう伸びてきている中で、台湾そして韓国、今多いのはやっぱり香港、韓国が一番増えてますね、韓国が一番多いかな、で路線もめちゃくちゃ増えましたもんね、韓国なんか国際線ができて、まあその時 4社しかなかったんですけど、今18社あります、4倍以上です今、すごいですね、はい、18社ですね、ま、今これ、はい、第二滑走路ができると、はい、もっとすごいことになる、そうですね、もう少しはい、枠広がると思うので、ね、はい、これがまたまだまだ行くね、そうですね、2020年は、はい、で本当ね、2020年までの間で、はい、そう、オリンピック終わった後もね、滑走路ができることによって少しはまた路線広がれば、うん、まだまだ行けると思いますね、沖縄は、ね、はい、行けると思います、ぜひそういう意味 でやっぱり、テラスグループとしても、はい、まあ、ちょっとこう、うざとは変わるんですけども、はい、テラスグループ全体としてですね、まあ、後ほどまた他のホテルの、うん、県内プランもありますから、はい、それもご紹介しますけども、はい、例えば、まあ、我々が一番身近になるっていうのはやっぱりこう那覇テラスが、ねね、いろんな披露宴とかでも、はい、足運んだりとか、はい、会合などでも那覇テラスは、はい、私も何度も食事もお邪魔させていただきましたが、はい、やっぱりローカルティーがあるっていうか、はい、市内の中でもすごいちょっとまた雰囲気を醸し出してるんですが、はい、ある意味那覇テラス以外ではほとんどビーチサイドですもんね、そうですね、リゾートですね、那覇ですが、まあ、リゾート地区ね、はい、そうそうね、エリアで、那覇、はい、は本当にシティホテルっていうか、うん、まあ、でも先ほどねおっしゃってましたようにシティホテルなんですけど、すごいオアシス的な、うん、本当に隠れ家的な、ね、静かな環境になるホテルなので、はい、新都心のど真ん中なんですけどね、はい、でも本当に静かな換気で、うん、ね、まあ、本当に、まあ、宴会とかね婚礼、うん、それからいろんな会合で使われてますので、多分、まあ、那覇テラスはね、うん、結構多くの方が、そうですね、レストランも含めて、はい、はい、でもラウンジもね結構ティーラウンジも、そうそう、アフタヌーンティーが結構人気あるので、いいね、はい、ありますよね、はい、さあその、はい、はい、那覇テラスの方の、ね、ローカルプラン、はい、ちょっとご紹介いただきたいと思います。那覇テラスもね、はい、もうだいぶお安くなっておりまして、ね、夕食付きで朝食もつけて1人1万5000円、はい、はい、もうまあ、9000日はちょっと、こちら3000円は上がるんですけども、うんうんうん、いやそれでも1万5000円 で、ね、すごい、で朝食付きが1万3000円ということで、はい、まあ、こちらお泊まりいただけます。だって夕食だけでもさ、はい、5、6000円するわけですから、そうですよ、ね、負担ない方ですけど、そうですね、ありがとうございました、はい、本当に、はい、そういう意味では、はい、ぜひこのプランはね、はい、もう一つですから、もう那覇でね、やっぱりちょっと那覇でちょっと遊ぶっていうかね、うん、その後に今映画館もすぐ近くなので、ありますね、意外と、まあ、うん、離島の方は映画を見て、はい、泊まる方もいらっしゃるので、リッチやな、はい、ね、でもね、そういう機会に、はい、今回そういう機会じゃないとまだね、はい、一般の予約ではもう金額はもうこれ以上のものでございますので、はい、ぜひ、まあ、お部屋にね余裕があれば、うん、まあ、高層階を希望していただければ、夜景を見ながら、あ、いいですね、逆にリゾートにはないね、やっぱり夜景を見るっていうのも少しまたね都会的な気分が味わえるので、確かに、那覇、うん、の夜景もすごく綺麗なの で、 そうですね、夜景を見ながら、はい、ゆっくりまた那覇でステイもしてもらうという、はいはい、ぜひそのプランも、はいはい、そうですね、そして、はい、次に私が紹介したのはやっぱりブセナテラスですよね。そうですね、ブセナですね、やっぱりこれは本当に県内でも、まあ、はい、2年もう2年になっちゃいますかね、昨年じゃなくてお年なんですけども、日本で一番まあ、もうプロが選ぶリゾートホテルにブセナが選ばれたんですよ。わ、すごい、はい、全国1位になりました。なるほど、はい、リゾートホテルブセナのですね、はい、やっぱ総合的にレストランも各いろんな種類のありました、うん、ありますし、はい、やっぱこういったビーチに面したホテルっていうのはなかなかないので、でオープンエアという、なかなか大きな台風があるので完全にオープンエアって少ないんですよね。意外と箱型が多いんですよ、リゾートでも。そうですよね、あそこは僕も、はい、台風の時どうするんだろうっていつも思うんですけど、ね、まあ、台風がしっかり締めさせていただいてますけど、なるほどなるほど、通常はもうオープンで、もう本当に自然な風を感じるっていう、もう開放感いっぱいですもんね、はい、でブチナの方が、そちらもですね、実は、はい、那覇より2000円しか高くないんです。あれ、夕食付きで1万7000円。あ、本当だ。そうなんです、もちろんね、一般的には泊まれませんけど、夏はちょっと期間がちょっと外れる場合もなんですけども、ど基本的には来年3月6月
あ、これ6月30日また7月からはじゃないんですけど、また9月からまた、また、やる予定ですので、ピークを外せばね、はい、またおふじ期にそういうのが出ると思います、はい、6月30日の金曜日ですからね、はいはいはい、まあ、こういう我々みたいなそのある意味リゾート地区っていうか、はい、そういう海岸線が見えるところの方々は、まあ、同じリゾート地区というよりも、ね、まあ、はい、那覇テラスとかに泊まる方が、まあ、まあいいのかなと思ったりもするし、ね、那覇市内とか都会にいらっしゃる方々はやっぱりこうやっぱブセナとかに泊まりたいと思うでしょうね。おっしゃる通り、那覇はね、名護とかやんばるの方も結構泊まってますよね。やっぱりね、はい、やっぱり用事があった帰りなのか、まあ、結婚式でだとその後も泊まろうかっていうかね。あとはね、他にもうん、まあ、そのブセナの敷地内にあるテラスクラブアットブセナってあるんですけども、はい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 、まあ、こちらの方もですね、うん、こちらの方は本当にウェルネスリゾートということでテラスプールがあったりとかするんですが、はいはい、こちらの方は、夕食付きで、まあ、2万7000円、はい、お客様これも半額に近い料金でございますので、うん、ほとんど県内プランはそれぐらい近いんですね。2万7000円 で、 で、ね、はい、まあ、お二人様で5万4000円なんですけども、うんうんうん、本当にこちらもお部屋も広くてですね、うん、プールとかもご利用いただけますので、はい、こちらのもぜひご利用いただければと思います。それからあったテラスですね、これが G ですけども、はい、G あったテラスですね、はい、これ女そうなんですけども、はい、これも2万3000円夕食付きで、これはまあ、ビーチ沿いっていうかですね、やっぱりあったの森の中にあるっていう、うんうんうん、これまた違う雰囲気があって、そうですね、やっぱりさっきも言ったバリのウブドみたいなその山の上のリゾート気分が味わえる、そうかそうか、はい、すごくいい感じのホテルですね、はい、ゴルフ場もあるので、ゴルフ場もね、隣接してますからね、まあ、特な料金でゴルフもできますので、そうそうそう、こちらお泊まりのお客様はですね、本当にみんな対応ですね、はい、夕食付きで2万3000円ということで、うん、このように、ブセナから、あった、それから那覇、はい、まあ、皆さん読谷の方もぜひ自由座テラスも ね、 ね、そうですよ、近いからっていうあれもありますけども、うん、まあ、泊まっていただいて別世界を味わうっていうのも、ね、そういうことですよね、はい、ぜひご体験いただければと思ってます、はい、まあ、それぞれにまた、はい、アニバーサリープランもご用意されていて、ね、若干お得なの で、はい、ね、はい、記念日プランもございます、ね、お問い合わせはね、ぜひブセナテラスはじめですね、はい、電話番号を教えしましょうかね、お願いします、はい、これですね、ブセナの宿泊予約とか、はい、ちょっと番号違うんですけど、みんなそれぞれ、まあ、ブセナの代表で言っておきましょうかね、はい、ブセナとウザテラスですね、はい、ブセナの場合には、うん、864-1310、はい、ブセナですね、はい、ウザテラスの場合には、うん、864-1127、はい、まあ、これインターネットを見ればね、ホームページからですね、お問い合わせ先はございますので、こちらも、ね、うん、お調べいただいて、まあね、お電話いただければ、スマホとか持ってるのは多分もう電話番号メモるというよりも、はい、もう、そうですね、インターネットから いかに印象をよく伝えるかどうかですからね、はいはい、ぜひお問い合わせください。そうですね、はい、ぜひともよろしくお願いいたします、はい、ザ・テラスホテルズローカルステイプランということでございまして、はい、6月の30日までです、はいはい、詳しくはネットで、はい、お願いします。
送りしておりますユンタンジャ出番ですよ、今日のゲストはザ・テラスホテルズより、ジ・ウザ・テラスビーチクラブビラス東山社員に来ていただいております、はい、ありがとうございます、はい、こちらこそありがとうございます。いやでも本当にあっという間なんですけれども、はい、本当にいろんなね、はい、まあ、テラスホテルズの本当に紹介もねなかなか、まあ、はい、私たちもやる機会もないんですけれども、はい、今回また、はい、ウザ・テラスの方のご紹介もしながらということで、はい、一緒にねローカルステイプランがありましたので、はい、ユミタンの方々あるいはラジオ聞いてる、まあ、この電波に届く皆さん方にはね、はい、いい情報としてお届けできたんじゃないかなと思っております。本当にありがとうございました。ありがとうございました、はい、まあ、でも、そんな中なんかお知らせも一つあるということでございまして、はい、この機会を活用して、例えば、ヨミタン村内に、まあ、お住まいの方でですね、うんうん、まあ、日頃は主婦専業もいいんですけども、時々、まあ、夏休みとか、うんうん、またはゴールデンウィークとか、まあ、ゴールデンウィーク過ぎましたけども、はい、やっぱりその例えば週末とか、はい、少し働きたいなという方がいれば、うちウザテラスで、そうですね、ぜひ、まあ、いろんな、例えば表出たくないという人は、もちろん、うんうん、清掃の業もありますし、いろんな例えばレストランサービスとか、そんな難しく、うん、ショップとかもあるんですけど、もちろんエステは専門分野ですけど、もし昔エステの経験があるとかですね、うんうんうん、あれば、本当にここは完全にプライベート空間なので、はいはい、まあ、地元でもなかなか来ないと、やっぱ本当に別世界で働けるのでですね、うん、もし、まあ、週末とか、うん、まあ、こういった特別夏休みとか働いてみたいなということがあれば、はい、ぜひこちらもウザテラスまでご連絡いただければ、まあ、面接して本当にホテルの経験者はもちろんいいんですけども、うん、初めての方でももちろんお茶で、はい、トレーニングというか、はい、で一緒に仕事しながらできますので、なるほど、ぜひですね、特に主婦の方、時間あるよという方、それもちろん、はい、若い方で、うん、もちろん今何もしてないなとか、やっぱりシェフを目指しているとかいれば、一緒に働く、うん、本当に国内外からお客様いらっしゃるの で本当に地元でこういった体験ができるとはなかなかないと思うので、働きながら、要は学校でね、我々は学校、うん、専門学校で、ね、金払って、ね、うん、学校に入ったけど金もらって学ぶっていうのは少しはいいことおっしゃいますね、はい、なるほど、ね、あとはほらダイエットでは金かけてダイエットするコマーシャルあるんですけど、金もらってダイエットもできるかもしれない、ね、働きお仕事できる汗を流す、ね、そうそういうことですよね。そういったことで一緒に働きたいなという方がいれば、うん、サテラスまでご連絡いただければ、ね、本当に毎日じゃなくて週3日でもいいし、うんうん、これはもう本当に我々もちょっと一緒に読谷村の皆さんにもやっぱり読谷を紹介していただきたいなと、うん、いやなんかね、はい、なんかこう、はい、外来がない分なんか中で働いてみたいなっていう感は多分ある人多いと思いますよね。別世界なんで、多分出ると自分の我が家に戻るね、その生活に戻るけど、ここに来るとなんか遠くに来たような感じで、ほら近くね、近くの人がもうなかなか来るっていうか、そうですね、泊まらないとなかなか奥様として来れないの で、うん、ですね、だからプライベート空間、働くのもプライベート空間というか、うん、まあ、別世界で働けるような感じなので、ちょっとプライオリティが出るかもしれないな、はい、いや これはね、働くことによってすごくまたいい、まあ、体験というか勉強になると思うの で、ね、うん、ぜひ興味がある方は、まあ、一度見ながらね、ホテル見ながらでも、うん、これウザテラスの方に連絡をいただければ、先ほどの電話番号でもよろしいですか。いいですよ、番号でいいですよ、うん、このうちのうちね、うん、うちの、まあ、そうですね、ウザテラスのインターネットで見ればね、そうですね、ですけど、うん、じゃあ番号一応お教えしましょうか。 ありがとうございます、はい、ウザテラスはですね、うん、098-921-6111 921-6111ですね、はい、こちらの方にね、はい、なんかお問い合わせいただけると、はい、ちょっとなんかバイトできるって聞いたんですけど、はい、とかね、そんな感覚でいいということで、もう最初アルバイト気分というか、まあ、でもね、やっぱりお客様なの、接客業なの で、ね、こちらはちゃんとトレーニングしますけども、うん、やっぱ難しいことではないので、いやでも、はい、なんかこうね、はい、プロの社会に入れるっていうか、いやいや本当に、はい、リゾートのトップレベルですからね、はい、そのメンバーになっていただけるということで、ぜひぜひ、はい、特に読谷の方々が、僕は多分地元も紹介できるし、うんうんうん、自信持ってね、近くに何があるって、ね、場所とか言えば、それ我々 ね、調べないとなかなか、あ、どこだったかなって言われたけど地元の方がね、ああこの辺の美味しい店 でも紹介できると思うので、ぜひ一緒にいただければなと、はい、清掃もかなり面白いですよ、うん、だからさっき言ったように汗を投げながら、はい、流しながら、ダイエット気分で仕事できないかなという、うん、はい、ですね、ぜひお願いします、はい、ぜひともよろしくお願いしたいと思います、はい、いやでも本当にね、はい、まあ、若い人たちもそうなんですけど、はい、まあ、今はそのお仕事を、ね、なかなか働き手がいないということもあります、そういうことも聞いておりますけれども、はい、私はやっぱりマッチングだと思いますし、はい、その働き手側にどういう情報をやっぱりこう企業側が出していくのかっていうことが大事な部分かなと思ったりもいたします、はい、そういう意味では、今のお話のようなね、うん、
自分たちの仕事はこういう仕事なんだよっていう具体的に、ね、はい、お話ができるっていうのね、はい、あのなんか情報誌の、文字だけではなくて、うん、はい、こういうふうに伝えられると、ね、あ、いいなと、そうです、ね、この支配人の下で働けるのかなみたいなね、いやいや、まあ、もうぜひ、はい、本当に、はい、厳しいです本当に、いやいや厳しい、だからあの仕事はね、うん、本当難しくないんですよ、うん、やっぱり素直な気持ちでお客様ウェルカムの気持ち、うん、我が家に来た形でやれば、でも英語とかは、英語はねできるスタッフもいるので、うん、もちろん営業できた方がいいんですけども、できなくても全然大丈夫、大丈夫ですか、はい、もう、はい、やっぱり世界あの万国共通のおもてなしは笑顔なので、ああ、いいこと言いますね、はい、笑顔一つでお客様はもう、はい、なるほど、あの本当にアンケートうち多いですね、あ、そうですか、一応これはあの徹底してるんですけども、うん、やっぱり笑顔に癒されたとか、普通ねハードとかいろんな意味で褒められると思うんですけど、ね、意外とアンケートで、ね、癒されたっていうのは笑顔ですね、スタッフの笑顔に癒されましたという、だからそういったのはもうやっぱりこれはやっぱり万国共通のおもてなしだと思って、うん、やっぱり笑顔でウェルカムして、そうですよね、帰る時にも来た時よりも気持ちよく帰っていただくための、うん、まあ、その流れですよね、来た時から帰るまでのやっぱりいつも終始笑顔でお送り迎えするっていうのは、うん、多分それは皆さん読谷の皆さんはできると思います、うん、はい、まあ、でもね、ぜひ、はい、あの本当にこうテラスホテルズの中で、はい、そしていつ、まあ、私たち読谷村の方にテラスホテルズがあるわけなんで、はい、ザ・テレスさんの方で、ね、はい、お仕事ちょっとやってみたいなって週 2,3、ね、回とか、うん、本当にこうそういうお仕事をもうね初めてなんだけど大丈夫ですかね、うん、っていうことも全然 OK だということでございますのでね、はい、先ほどお伝えありました、電話番号 921-6111 921-6111 番まで、まずはご相談をされてみていただきたい、はい、ということでございますので、ね、はい、そして今日はね先ほどお伝えしました、ローカルステープラー2017ということで、はい、沖縄県内、沖縄県内在住の方限定ということでございましてね、はい、もし本土からだったら、うん、友達見つけて沖縄に沖縄の人が、あの、はい、チェックインすればあの一緒に泊まれますので、あの友人がいればぜひ友人を一緒に、社員それ言っていいんですか、あ、いや友人が、まあ、もちろん沖縄の人がいればいい、沖縄の人がいればいいんですよ、本当本当、はい、沖縄の人があの一緒に泊まっていただければ大丈夫ですよ、はい、なるほど、ありがとうございます、はい、大丈夫です、ぜひともね、はい、詳しいまたパンレットエフェントの方にも置いてますのでね、はい、そうですね、ぜひそちらの方で、はい、欲しいわという方はねエフェントの方に取りに来ていただければというふうに思いますので、はい、よろしくお願いいたします、よろしくお願いします、はい、ということで、はい、今日はですね、東恩納社に来ていただきまして本当に今日はありがとうございました、こちらこそありがとうございました、また、はい、プライベートでの音楽活動も、そうですね、この読谷の歌を作りますので、はい、嬉しいです、ぜひ意外と皆さん読谷の方はカラオケ好きだなとも分かりましたんで、いや本当に読谷の人がですねカラオケで歌える歌を作りたいなと、うん、プライベートで思ってますんでじゃあ俺も大丈夫だ、はい、よし歌いましょう、ありがとうございます、はい、歌を作ります、はい、はい、ぜひとよろしくお願いいたします、はい、でもお力、お体お気をつけて、はい、これからも頑張っていただきたいと思います、はい、ありがとうございました、はい、お送りしてきました、はい、インタンジャー出番ですよ、今日は、ジ・ザ・テラス・ビーチ・クラブ・ビラス、その真相を探るというテーマでお届けさせていただきます、そうでしたっけ、2兵デビル全然違うけど、はい、第2弾よろしくお願いします、第2弾またね、はい、機会がありましたら、はい、ぜひねお願いしたいと思います、はい、はい、今日はですね、はい、本当にそういう意味では本当に異空間、非日常のね、内容を伺うことができて本当に良かったです、はい、ありがとうございました、はい、これからもまたユミタンソンと仲良くやっていければと思います、はい、よろしくお願いしたいと思います、ありがとうございます、東野の支配人でした、今日はありがとうございました、はい、2兵デビタン、さあお送りしてきましたインタンジャー出番ですよね、私たちとしてはなかなかね足が運べないわけなんですけども、ぜひね、今日あれ聞き逃したっていう方はね、ネットの方で、YouTube でもアップしますのでぜひそちらの方も見ていただきたいと思います、今日のゲストは、ザ・テラスホテルズから、ジ・ウザ・テラスビーチクラブ・ミラスから東女支配人でございました。